皆さん、お疲れ様です。SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方は、ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いします。Twitter、Instagram も、ボクシング言いたい放題ラジオで登録いたしましたので、皆さん、フォローの方、お待ちしております。それでは、始めましょう。本日は、井岡選手の情報。はい。井岡選手の情報は、今のところ入っておりません。一体どうなっているのでしょうか。もう期限を、選択期限を過ぎて何の発表もありません。一体何なのでしょうか。これ何か濁してるのでしょうか。何か大きなニュースが待っているに違いない。そう思って楽しみに待ちましょう。そこで本日は、4月がボクシング暑いんですよね。わかりますか？まず4月8日。これはまだ正式発表されてないんですが、昨日ですね、那須川天心選手がボクシングの B 級プロテスト合格しましたね。そこでもう4月の春、4月にデビュー戦を行うことが確実と言われてます。そこでまあこれ風の噂なんですけど、那須川天心選手は4月8日にデビュー戦を行うと噂されてますよね。4月8日これは何なのか。4月8日。まずメインがケンシロウ選手が、ライトフライ級3団体統一戦。ジョナサン・ゴンサレスと戦うと言われております。これもまだ正式発表はされてません。そして、もう戦うことが正式発表された試合。阿部レイヤ選手と、キコー・マルチネス。こちらが4月8日、対戦が日本で決まりました。これは正式発表されましたね。これ、IBF フェザー級、挑戦者決定戦です。これ勝った方が、IBF のチャンピオン、ロペス選手に、戦う権限がもらえます。果たして、阿部レイヤ選手は、キコ・マルチネス選手に勝てるでしょうか？こちらは見物ですね。自分の中ではこれがメインです。まあ、この天心選手、阿部レイヤ選手、ケンシロウ選手って、この3人で、Amazon プライムで放送するのではないかと、言われております。会場はどこにあるのでしょうか？これ、あくまで、まだ正式発表はされてません。おそらく濃厚ということです。これ待ちましょう。これが4月8日。そして、4月9日日曜日。こちらが2試合入ってるんですよ。皆さん注目してる試合。まず、シャクール VS 吉野修一郎。はい、こちらが日本時間で4月9日日曜日。昼間頃だと思います。こちらが、アメリカで行われますね。シャクールの地元、ニューアークですね。完全アウェイです、吉野選手。これ、もう吉野選手、今までアジアで戦ってきて、無敵を誇っておりました。今回からもう一気に世界戦です。これタイトルマッチではありませんが、もうシャクールって言ったらもう、まだ今チャンピオンじゃないんで、最強選手です。アマチュア時代から、もうリオデジャネイロオリンピック、銀メダル。まあその他様々なアマチュアタイトルを優勝した。まあそしてプロでもスーパーフェザー級で2団体統一王者となり、現在無敗。19戦無敗ですね、9KO。もう最強選手です。ここに吉野選手が試合組まれるなんて思っても見なかったですね。吉野選手は16勝無敗ですね。ただこれも本当アジアで戦ってきたんで、今回からが本戦と考えてください。吉野選手もアマチュアキャリアは豊富ですね。アマチュアで104勝20敗。すごいですね。吉野選手どこまでいけるか、もう前評判ではもうシャクールが圧勝すると言われてますね。もう吉野選手は何もできないと言われております。ただ、吉野選手、これ、やってみなきゃわかりませんよね。まあ、吉野選手の実力というのが、まだ世界的に見てどのぐらいか、わからないんです。
まあこの試合ではっきりと見えてきますよね、吉野選手の実力というのが。いや、これも本当楽しみですね。そしてこの4月9日同じ日に、なんと皆さんがもう興味深い試合、これはアメリカのサンアントニオ、まあメキシコ系アメリカ人が、まあ、多く住む地域ですよね。メキシコ系といえばジェシー・ロドリゲスです。ジェシー・ロドリゲスとクリスチャン・ゴンサレスフライ級タイトルマッチがここで行われます。ジェシー・ロドリゲスがメイン。まあここメキシコ系が多いんで、ボクシングがすごく盛んな年ですね。パッキャオもフェザー級で、ここの地で、まあ完全アウェイの中、マルコ・アントニオ・バレラを倒して一躍有名になったんですよ。あれはパッキャオがフェザー級時代ですね。ここの地でパッキャオは有名になりました。それぐらいボクシングが盛んな土地です。もうアメリカっていうのはもう州によって本当に国が違うようなもんで。まあこのサンアントニオというのはもう本当自分も行きたいんですよね。このメキシコ系が多く住む土地。非常にボクシングが盛んな土地。まあこの地で、まあ実はジェシー・ロドリゲスよりも注目している試合。もうスーパーバンタム級2団体統一王者。ムロジョン・アフマダリエフが試合のセミファイナルでマーロン・タパレスと試合をします。いや、これ大注目ですよね。なんと、シャクール・ヨシノと同じ日なんですよ。まあ、この、ムロジョン・アフマダリエフ。これ、タパレスに勝つと、もう統一戦でしょうね。4団体統一戦でしょうね。井上尚弥、フルトン。勝った方と、まあ、おそらく井上尚弥選手であると信じてます。井上尚弥選手と、ムロジョンで。まあ、ムロジョンも勝った体で。4団体統一戦。もうこれ、ムロジョンの、プロモーター、マッチルームのエディ・ハン氏が、もう、まだ2人とも、井上尚弥選手も、ムロジョンも、まだ試合に勝ってないのに、もう、勝った体で、もう張り切っちゃってるんですよ。エディ・ハン氏が。もうエディ・ハン氏をもうお金大好き。まあそれはもうみんな好きなんですけど、お金は。もうお金のもう匂いを嗅ぎつけてますよね。4団体統一戦となれば、もう井上尚弥選手はバンタム級で4団体統一してます。そして1年でスーパーフェザー級、あ、スーパーバンタム級、4団体統一戦。これはありえませんよね。今回のムロジョンと井上尚弥選手の試合が、井上尚弥選手がまだこれ発表されてないんですけど、まあ、6億を超えると言われてますよね。8億なのではないかとも言われております。プラスペーパービュー代ですよね。まあ、それを超えるファイトマネーになりますよね。スーパーバンタム級の4団体統一戦ともなれば。いやー、もうこれね、エディ・ハン氏が、もう本当に張り切っちゃってるんですよね。エディ・ハン氏。まあ、ただエディ・ハン氏。トップランクのボブ・アラム。仲いいんでしょうか？まあ、この関係にもよりますよね。もう、エディ・ハン氏は4団体統一戦にもう、乗り気というかもう、ぜひやってほしい。はい。そういうところですね。まあ、この、なので、4月8日、4月9日はもう、もう超激アツボクシングデイです。さらに、井上尚弥選手、フルトンと4月か5月にやると言われてますよね。これ4月だったらちょっとやばいことになりますね。ただ、フルトンがラマダン。まあ、フルトンはイスラム信者なので、まあ、断食が行われるということで、これ次第ということですね、日程は。いつになるのでしょうか。もうだから、もう目が離せませんね、もう、今年はもう、来週2月18日か。これ、ルイス・ネリとアザト・ホバニシャンありますね。まあ、ここが、最初のビッグマッチですね。まあ、これはタイトルマッチじゃないんですけど、挑戦者決定戦なんですけど。いや、もう2月からもうどんどん行きますよ。もうこれから、もう来週から正式発表がされていくと思います。いや、もう目が離せません、もう。ボクシングに興味持てば持つほどどんどんいろんな試合が気になっちゃいます。いや、もうこれ楽しみすぎます。皆さん。俺とボクシングを楽しみましょう。はい。そういうことです。
では井岡選手の速攻はいつになるのでしょうか。楽しみに待ちましょう。皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。